1416。これは白いものが出ている。シコラが入ってる感じがあって、うん、糸状のもの、糸状のもの、うまく見えるこれも、これなんか白い沈殿物、端っこかな、この感じ。なんか焼酎が入ってる。なんとも白いの浮かんでますね。この中のこの子のさ、お口なんか見たことあります？それが今日開けてくれなくて見せてくれないか無理です。無理はしません。開けて開けて、そういうのが出るのさ、もしかしたら口内炎とかがあるかもしれないですよね。でも食欲はちゃんとあるわけ、旺盛で元気もある。で、日光浴は大好き。これはちょっと量が増えてきたもんだから。それでいつから、あ、10日ぐらい前、最初は少なかったんで、10日前から増えてると。この子でさ、最後に卵を産んだのは去年は産んでなくて、その前に産みました。じゃあ22年に20個ぐらい産んだんですかね、6、7月に。去年なんか、その前の年に20個ぐらい産んで、じゃあ23年は産んでない、今年も産んでないんですね。そう、去年レントゲン撮った時も卵はなくて、そう、はい、から22年にもレントゲン撮ってるし、今度は食欲元気ない、でも今度も卵ない、でもちょっと呼吸器が進む、今度は卵が入って、今度は卵があった。1年の時間の健康診断で。わかりました。じゃあ、なんか増える。この子って年齢ってさ、ほんで合ってるんです。ついて、だから3足す27歳。27歳ぐらい。今夏太りです。まあでも食べるなら食べさせてもらった方がいいですけどね。23、23、16、23、16、23、16、23、16、はい、じゃあ、ちょっと横方向と縦方向と普通にそれちょっと撮りますね。この子の顔を、それ借りていいですか？いいですよ、こちらでちょっと。これは、どっちに入って、切ってしまった。そんな大きいんですよ。そうそう、これはですね、夏なんでこれぐらいを10個ぐらいするんですよね。そんなに大きいんですよ。外でもするんですか？水の中ではしま、水の中でも朝はしまってね。水の中でもしまって。でも本当は好きなのは水の中です。あ、ですね。いいですか？じゃあこの上にちょっとペットシートを。じゃあちょっと、まあ、ご存知だと思いますが、写真撮って現像できればちょっと時間をください。はい、じゃあちょっとお時間ください。すみません。